体を温める効果があるケイシ糖は風邪の初期症状に効果的な漢方薬として知られています。この薬は五漢時代に腸中経が表した小漢論に記載されており、漢方医学の基本的な処方の一つです。ケイシ糖は体力が低下している時の風邪や高齢者や虚弱体質の人の慢性的な風邪に使用されます。主な症状として五漢、微熱、頭痛、自然発汗などがあり、のぼせや四肢の痛みを伴うこともあります。ケイシ糖は5種類の生薬で構成されており、主役であるケイシから名付けられました。この漢方薬は体質虚弱な人の自律神経失調症や病後や産後の微熱、寝汗にも効果があるとされています。また寒冷による腹痛や筋肉痛、慢性関節リウマチなどにも応用されることがあります。他の漢方薬との使い分けも重要で、例えば葛根湯や麻黄湯はより体力が充実している場合に適しています。漢方薬は体質にあって初めて効果を発揮します。自分の症状にどんな漢方薬が合っているか漢方の専門家にご相談ください。